清水光は日本の女子プロレスラー、振付師。愛媛県宇和島市出身。劇団博士神所属。プロレスラーとしては、アクターズガール、Z カラー S と J ショートトーンのダブル所属。紙テープは白、オレンジ、水色。高校卒業後、京都でバスガイドとして働き、2013年に上京し、芸能活動を開始。歌手を目指しライブ活動を重ね、 ボカロ系、元気発達青春ダンスボーカルユニット、ステラガーデンを結成、リーダーとなる。2016年3月からユニット名を、s w 1 t c h に改名も活動休止。芸能スクールのダンス講師として活動していたところ、ライブを通して出会った、西名 AB がきっかけで感染した、中野タムの試合姿に胸を打たれ、自分も感動を与える側に回りたいとプロレスラーに。 なる決心をして、2016年11月に、ビギニング練習生となる。2018年3月に行われた、カフェラテ噴水公演、ゴーサインはワンコイン振付動画コンテストで優秀賞を受賞。2019年1月20日より、所属がビギニングから、アクターズガール、Z カラー S となる。2017年3月5日、対中野田無線で、女子プロレスラーとして、 プロデビュー。3月20日、大抜擢を受けやす、オサメ・サ本リホン対戦でメジャー団体、全日本プロレスに出場。3月26日、アクト18での三ウェイ戦で、角田波のるからプロ初勝利。5月28日、新木場ビギニング、アクト20で、堀田由美子と一気打ち。9月9日、ディアナ・川崎大会で、伊藤薫と一気打ち。 10月14日、ディアナ・川崎大会で、井上京子と、特別ルールながら、シングルマッチで対戦と、新人ながらもベテラン選手との対戦を広く経験。11月28日、ビギニング新木場大会で、斉藤未来と対戦、シングル初勝利を挙げる。1月24日かに KING、工業アイスリボン道場大会で行われた、カニワールド選手権試合で王座に挑戦。 ユイガニマスク VS、清水光にて、初のタイトルマッチに挑んだが敗北。2月27日、本タイと共に新団体 J、JA、ショートトーンを旗揚げ。対戦カードは、本レーナイシス VS、清水光ハロチータ。結果は、本タイのゼロで敗北。3月21日、ガンプロ初参戦。サキとシングルを行い、カワイルドバスターで敗北。 4月4日、J ショートトン旗揚げ後2回目の開催となる工業で行われたタックマッチでパートナーの本間タイが特攻ホールドで勝利して J ショートトン工業で団体所属としての初勝利。対戦カードは本間タイ清水光 VS ハロチータレイナイシス。6月17日、プロレースリングウェーブに初参戦。対戦カードはフェアリー。 日本橋 vs. チェリー vs. 清水光。チェリーによる二人まとめての春夜恋で敗北。8月12日、アクト32新規バッファーストリング大会にて、実力向上のため、さき、祭り、サクランボニータのチームに加入。8月31日、J ショートトンとして、東部フレンドホールに初進出。メインイベントで、本間マ隊と対戦。これが、 J. ショートトン初の所属同士によるシングルマッチとなる。タイロックで敗れる。9月1日、J. ショートトンのツイッターアカウントで9月1日から30日の間に固定ツイートのファボート RT の合計が777で、セクシーコスプレでポートレート発売、そのコスプレでオープニング登場、合計が1000で、本マタイと清水光が呼びたい選手を一名オファーする企画が、 スタート。9月7日、ビギニング新規バファーストリング大会にてサキとのチームが指導。サキと組んで、関口昭和有田姫か組と対戦し、ブロックバスターホールドで勝利。9月25日に開幕したアメリカンワイヤーゲージ初代王者を決めるアクトレスガールズシングルチャンピオン決定トーナメントに出場。1回戦で有田姫かに敗れる。 9月30日、J ショートトンのツイッターアカウントで行われた固定ツイートのファボ &RT の合計戦を目指す企画が最終日で達成される。10月7日、埼玉県で行われた埼玉障害者祭りにて初めての野外プロレスを体験。リフェリーをしているチョリソがこのイベントに運営として携わっているのでレギュラー参加している。 アイスリボンが気がつ青引退工業で出られないため、アクトレスガールズが抜擢された。祭りと組んで、高瀬美雪青の未来組と対戦。祭りがバズソーキックで高瀬から勝利。10月17日、シードリング初参戦。ハイスピードサンウェ上マッチにて、桃の実を笹村彩芽と対戦し、ハイスピードルールを初めて経験する。桃の美桜に、 レッグロールクラッチホールドで敗北。試合後、強くなるためと南月太陽に指導を仰ぎ、承諾される。11月15日、ビギニング初進出となる後楽園、ホール大会で行われた、本間対タイ&、角田なお VS 祭り&、清水光にて、後楽園ホールでの試合を初めて経験する。本間対タイの飛びつき至急でひしぎ十字固めで敗北。 大会終了後、ビギニングが1月20日に旗揚げする新ブランド団体、カラー S 所属になると発表される。12月5日、オッコン、デプロレス初参戦。対戦カードは、ライディーンコー VS 先 VS、清水光。清水光が先の首が止めで敗北。武田聖子武田光玉 VS ライディーンコー、先清水光。音楽が流れて、 勝敗なく終了。12月15日、カネキンフィットネスジムグランドオープンイベントにて、スクワット部門3位入賞。12月24日、マーベラス、横浜ラジアントホール大会にて、マーベラス初参戦。カードが当日発表で行われ、第1試合に登場。カドクラリン清水光、VS、長島近代愛会が組まれ、長島近代が、 ダイビングフットスタンプで、ラ倉ンに勝利。1月20日、カラー S 旗揚げ戦のメインイベントに登場。カードは、先&、ミキ VS 祭り清水光。先の名だれ式カワイルドバスターで敗北。所属が、ビギニングから、アクターズガール、Z カラー S となる。2月17日、ピュアジェイタバシグリーンホール大会で、 カズキライディーン校組が所持するデイリースポーツ認定女子タッグ王座に本間タイトのチームで挑戦。これがタッグタイトルへの初挑戦となるがライディーン校のムーンサルトプレスで清水光が敗北。5月26日、島市島文化会館大会にて OZ アカデミー初参戦。ヨシコとのシングルが組まれナディアットで敗北。6月9日、 新規バファーストリングで開催された覆面マニア43にて、覆面マニアに、初参戦。6人タッグマッチ30分一本勝負が組まれる。ミスティックサキ&、マリー・マコト&、ホンマタイ&、清水光6月30日、足利市民プラザショーホール大会にて、レッスルマイナス1に、初参戦。再起霊化とシングルを行い、ジャックハマーで敗北。 7月7月、韓国では未発参戦、および海外での試合を初経験。カラー、S 同所属の祭りとシングルを行い、バズソーキックで敗北。9月2日、カラー S 新規バファーストリング大会でシードリングの高橋七久氏と初シングルを行い、アルバトロスで敗北。試合後に、怪我の治療に専念するため、長期欠場を発表する。3月1日、 カラー S 新規バファーストリング大会にて、肩の手術を受けるため、長期欠場を発表。8月14日、アクターズガール、Z 高楽園、ホール大会にて、長期欠場から復帰。対戦カードは、サキ林歩美 VS 祭り清水光。清水光がサキのカワイルドバスターで敗北。2月1日から2月3日。 これがスタジオで日曜日を除き毎日開催されている。これがプロレス、コリーがプロレスリングに3日続けて参戦。対戦カードは2月1日、ハイビスカスミーソキーフス・清水光花園10日。2月2日、ハイビスカスミー VS ・清水光。2月3日、ハイビスカスミーソキーフス・清水光花園10日。3日間を全敗で終える。 4月4日、後楽園、ホール大会で行われた、アメリカンワイヤーゲージ認定卓王者選手権試合、にて、本間胎大崎妹角見に、祭り清水光組で挑戦。清水光が、本間対の対ロック SP により敗北。この試合から、ニューコスチュームとなる。趣味は、神社仏閣巡り。スリーサイズは点六一八十五と、 プロレスラーとしては送信であるが、サッカー経験やフットサルを生かした蹴り技とダンスで培った軽い身のこなしを武器にする。2018年までのコスチュームコスチュームは青空に映えるひまわりをイメージしたカラーリングで、全体のフォルムは影響を受けた2品 a 美を意識している。カラー S 旗上げ線により新しいコスチュームを着用。モチーフはダルメシアン。ありがとうございます。